はーい、どぼれです。今回ですね、こちらの激突、激熱、超激戦 VS 超スゴフェスのおすすめの段紹介していきましょう。まあ、今回のガチャなんですけれども、まあ、鬼ヶ島の戦い、1、2、3、4ということで、まあ、多分こういう形で分かれているということは、まあ、ちょっと違うパターンの、まあ、他の何々編っていうのがまた来ると思いますので、まあ一概にこのガチャを全キャラ集めなさいというね、結論には至らないので、あまり使いすぎないように自分のね、意思と相談しながら、今回引くようにしてください。まあまた今後来る可能性がありますので、ね、まあそこはちょっと気をつけていただきたいなと思ってます。まあということで、まあ、おすすめの段、紹介していくんですけど、まあ1、2、3、4とありますので、個人的におすすめの段を紹介しつつ、まあ今後ちょっと引こうかなと思っている方は参考にしてみてください。まあということで、早速やっていきましょう。はい、ということで、まずは第1弾の方を見ていきましょう。まあ第1弾はですね、今回こちら、超スゴフェス限定のキャラとトレマゲンのキャラ全廃止ということで、まあ今回このね、まあそういう限定キャラ持ってない方は第1弾結構いいんじゃないかなと。まあただし、まあその分他のキャラとかも、まあこの確率アップ中のキャラ、以外にもね、まあ他のキャラとかも出ますので、まあその後確率はね、まあかなり絞ってゲットするっていうのは難しいと思いますので、まあそれこそ、このキャラ出るまで引き続けようみたいな感じで引く方はやめといた方がいいんじゃないかなと。まあ何体か、まあ超スゴフェス限定のキャラ持ってないよとか、まあ石がちょっと少ないのであんまりね、あの他の段とか引きませんよって方は第1弾でちょっと大勝負に出て、まあそこら辺のキャラが出たらいいな程度でね、引くのが一番いいんじゃないかなと。まあ、もし本当にこのキャラが欲しいっていうのであれば、まあ第2弾、第3弾、第4弾とかの方が、まあおすすめなんじゃないかなと。まあ、個人的に第一弾をおすすめる方っていうのは、初心者の方であったり、まあ石が大量に持ってるよって方であったりだとか、まあ初心者の方はね、最初の方結構ゲットできると思いますので、初心者の方とか、まああとはリセマラ、しようかなと思っている方は、第一弾で好きなキャラが出るまで引き続けるっていうのが、まあ一番ベストなんじゃないかなと。うん。で、まあその後に、まあ第2弾、第3弾、第4弾でちょっとゲットできなかったキャラを狙いつつ、みたいな形の方が、まあ、いいんじゃないかなと思いますので、個人的にリセマラとか、まあ、初心者の方は、第1弾おすすめという形ですね。まあ、個人的にね、まあ、どのキャラゲットした方がいいのかっていうと、まあ、今回の新キャラ3体、まあ、どれかゲットしておけば、まあ、今後のイベントで大活躍してくれると思いますので、まあ、直近のイベントはね、確実に大活躍できると思いますので、まあ、そこら辺をちょっと狙っていただきたいなというとこと、まあ、あと他のキャラって言われると、まあ、トレジャースゴフェスの中では、まあ、初心者におすすめっていう、ところなんですけど、ナミ&カリーナであったりだとか、まあまあ、ボンクレーとか、まあ、キャロット&ワンダとか、まあ、ここら辺も結構強いですね。まあ、ナミ&キャロットとか、まあ、ここら辺も結構初心者は使いやすいんじゃないかなという形ですね。まあ、自分の最推しは、まあ、アトラスなんですけど、まあ、アトラスはね、初心者におすすめかとやるとちょっと微妙なんだよね。まあ、ちょっとそこら辺がおすすめと。で、超スゴフェス限定のキャラであれば、まあ、今回の10周年のね、ルフィ、シャンクス、エース。まあ、ここら辺結構おすすめですし、まあ、他におすすめはギアフィフス、心属性ギアフィフスだったり、まあ、心属性ナミだったり、ウタとかね。まあ、あとは、まあ、そうですね。まあ、あとは、まあまあまあ、ロジャーとか、心属性ロジャーとかもまあ強いかな。まあ結構いろんな場面で使おうと思えば使えるかなっていう。でまあ自分が最近ちょっと欲しいなと思ってるのがゾロ&サンジ。まあこのキャラもね、海賊性でめちゃめちゃ使われてますし、通常でもやっぱ火力出したいとき、まあ高火力出したいときとかは結構使う方多いので、まあサンジ&ゾロとかもありかなというところですかね。まああと他はそこまで、まあ、がっつり使う場面はないかなと思いますので、まあ、ロジャンドニューゲートとかもまあまあかな。まあ、ヤマタンドエースとか、まあ、ここら辺は結構初心者とかにおすすめかなと思いますので、まあ、地属性ヤマトも最近ね、あの、レベル上限突破の効果がね、増えたりしているので、まあ、地属性ヤマトとかもありかなっていうところで、まあ、ちょっとそこら辺を狙っていただきたいなっていう形にはなってますので、
で、まあ、個人的にちょっとおすすめなところはね、こんな形かなと思っています。はい、ということで、続いては第2弾ですね。まあ、こちらなんですけど、まあ、こちらはね、まあ、今回の新キャラの、ルフィ&カイ、あ、ルフィ VS カイドウがラインナップされているということで、まあ、個人的にやっぱこのキャラがね、まあ、この直近のイベントで一番使われるかなと思いますので、うん。まあ、第2弾結構おすすめかなと。で、プラス、シャンクスとギアフィブスがいるっていうね、まあ、かなりいい段にもなっていますので、まあ、ここら辺持ってないよって方はね、ぜひとも第2弾引いていただきたいなと。まあ、まだまだシャンクスも現役ですし、ギアフィブスに関してはね、もう今回、ちょうど1年ぐらい経つんですけど、それでもまだ使われている。全然衰えがないっていうレベルのね、キャラなので、まあ、ここら辺持ってないよって方はぜひともゲットしていただきたいなと。まあ、ギアフィースに関しましては2体持ちしていただいても全然問題ないですし、うん。第2弾引いてほしいなという感じですね。まあ、トレマゲンに関しては、まあ、アトラス、個人的に、強いかなって思っているのと、まあ、ボンクレもまあまあ、使えるかなっていう感じですかね。うん。まあ、超すごいやつの中にも、まあ、使えるキャラ多数いると思いますので、まあ、結構第2弾は、平均していいキャラ多いかなという感じですね。まあ、激戦した超すごいやつ、まあ、ここら辺までは全然引いてもいいんじゃないかなと。確か50連で激戦した、超すごいやつなので、まあ、ここら辺は引いてもいいんじゃないかなと。で、あ、50連だったよね、確かね。80連だった ?50 連だよね。まあ、50連、80連、100連で、まあ、超激戦までいけるので、個人的に100連ぐらいまで引いちゃっても、まあ、問題ないんじゃないかなっていうレベルの段だと思いますので。うん。まあ、逆にな、ルフィとかシャンクス持ってるよって方はね、まあ、第1弾引いてもいいのかなと。まあ、でも確定でやっぱ、ね、確率高い中ゲットしたいのであれば、ルフィ VS カイドウは欲しいと思いますので、第2弾、いいんじゃないかなとは思っているんですけど、まあ、でもこのキャラだけに第2弾を引くっていうのはちょっとあんまりおすすめしないかなと思いますので、それならちょっと、確率は低いけど、第1弾引きに行って、まあ、いろんなキャラ集めつつ狙いに行っていくっていうのも、ま、いいんじゃないかなと。いう感じですね。まあ、ただ第1弾は、ね、結構爆死する可能性高いので、まあ、そこだけはちょっと気をつけていただきたいなとは思ってます。はい、ということで続いては第3弾ですね。まあ、こちらに関しては、まあまあそこまでかなと。まあ引きに行かなくてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあヤマト欲しい方は、まあいいとは思うんですけど、他がね、まあ歌とかエースとか、まあロー&キットとかっていうね、まあ歌は結構使われたりだとか、まあエースもまあちょこちょこ使われてはいるのか、まあ悪くはないとは思うんですけどね、まあトレジャースコペスも、キャロット&ワンダもいますし、ナミ&キャロットもいるということで、あ、まあそんな悪くはないのか、言うほど悪くはないな、キャラのラインナップとしては。まあでもやっぱギアフィブス持ってないのであれば、ギアフィブス狙った方が全然ありかなとは思うんですけどね。まああとはまあ超すごいやつの中にもリリスとかハンコックとかロビン&コアラとか、まあまあ強いキャラ多いですね。がっつり使われるかって言われるとね、ちょっとヤマトとか、ウタに関しては、まあ、ヤマトの性能に関しても、やっぱ今の状態では、ルフィ VS カイドウがいないと、ちょっとね、繊維効果とかが発動されなかったりだとかっていうのもあるので、まあ、単体で持ってても、まあ、海賊性ではね、結構強そうなんですけど、単体で持ってて、そんなに意味あるかなっていう感じでもありますので、まあ第3弾はね、個人的にそこまでかなとは思ってはいるんですけど、リセマラとかするならね、まあ第1弾引いちゃった方がいいですし、まあラインナップとしては全然悪くはないと思いますので、それこそね、まあ歌とか持ってない、エース持ってないよとかね、まあナミ&キャロット持ってない、キャロット&ワンダも持ってないとかねっていうのであれば、まあ第3弾引くのもありかなと思うんですけど、まあ結構持ってるよって方はね、まあヤマトだけ狙いに行こうかなと思っている方は、まあ石の量にもよるんですけど、個人的には第一弾とか引いた方が、まあいろんなキャラ狙いつつ狙っていけるかなとは思ってます。はい、ということで続いては第4弾の方見ていきましょう。結構おすすめだと思ってます、ここ。
まあ新キャラはね、まあ桃之助たちという感じにはなってしまうんですけど、他のキャラのラインナップがまあいいね。うん、いやギアフィフスいて、ナミ&カリーナがいてっていう、まあ通常でも海賊祭でも現在、トップレベルにいるこの2体がいるっていうのはやはりでかい。うん、でかいですね。でまああと他の超スゴフェス限定のキャラも、まあロジャー&オデンであったり、ナミ、ヤマト&ルフィであったりだとか、まあカイドウ VS ヤマトであったりだとかっていうのがいるので、まあまあそんなラインナップも悪くはないかなと思いますので、うん、まあギアフィフス、ナミ&カリーナどちらと思ってないって方はもう第4弾を引きに行った方が個人的にはいいんじゃないかなと。プラスね、まあその、桃之助の、まあ、新キャラも狙いつつっていうこともできるので、まあ結構悪くないんじゃないかなとは思うんですよね、個人的に。まあ日和もいますし、まあ厳選した超すごいやつもまあね、キャラとしては悪くないかなというところにもなっていますし、まあこれ超激戦とかね、結構いいんじゃない、ラインナップとしては。まあ8分の2段で4分の1でね、まあギアフィフスとナミアのカリーナ出るということで、まあこんなチャンスまあまあないよなっていう、まあところにもなっていますので、まあ今はねもうこの地属性ギアフィフスにないと結構ね、グランドパーティーとかでも結構苦戦すると思いますので、まあ持っといて損はないかなと。まあナミアのカリーナも同じくなんですけど、まあここら辺ちょっとゲットしていただきたいなと思いますので、まあそれこそ第一弾とかで新キャラ1体ゲットしましたよっていうね、まあ例えばヤマトゲットしましたよっていうのであれば、第4弾ちょっと狙いに行って、まあギアフィスとかナミ&カリーナ持ってない方はね、ここを狙った方がまあ個人的にはまあ今後のためになるんじゃないかなと思いますので、まあぜひとも、第4弾も引いてみてください。まあちょっとねラインナップが他のね、そのヤマトとかルフィ VS カイドウとか、まあ、そこら辺がね入ってたらなお良かったんですけど、まあちょっとそれは入っていないということで、まあそれは仕方ないかなと。まあその分、ラインナップは結構いいとは思いますので、第4弾引く価値はあるんじゃないかなとは思ってます。はい、ということで今回はね、激突激熱超激戦 VS 超スゴフェスということでおすすめの段紹介させていただいたんですけど、まあ個人的にね、まあおすすめかなと、うん、思っているのは第4弾かなと。それこそナミ&カリーナとギアフィフス持ってないって方は、絶対第4弾引きに行った方がいいんじゃないかなと、思ってます。うん、でまあリセマラとか初心者の方であれば第1弾で、まあいろんなキャラ出るけれども、まあ、他のそういうね、超すごい限定のキャラとかトレマゲ全員出るという、まあ結構いい、排出キャラにはなっていますので、まあそこら辺狙いに行きつつっていうのもありなんじゃないかなということで、第1弾、個人的にはその初心者とか、リセマラ勢にはおすすめかなと、思ってますね。まああと第2弾がまあギアフィフス、シャンクス、そしてルフィ&カイドウ、ルフィ VS カイドウがいるということで、まあ第2弾も個人的にはおすすめかなと思いますので、まあ個人的には超激戦まで引いちゃってもいいのかなとは思っていますので、まあ100連もしくは激戦の、50連まで引いちゃってもいいんじゃないかなとは思います。まあということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。